ジョティブです。トマトジョティブです。よろしくお願いします。久しぶりです。久しぶりです。いや、まだ今休止期間なんですよ、実は。はい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 。なんですけど、今緊急で動画を撮ってます。はいはい。まあ僕活動休止してて、まあ、任してるんですよね、あの二人に。はい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 、はい、まあスケジュールは一応管理してるんで、僕が編集終わったなとかがいろいろこう多少聞いてるんですよ。はいはい。LINE でね。はい。まあヒロトはさ、1日から今会社一緒になったんで。ああ、そうですよね。まあ、就職したんで、はいはいはい、一緒に働いてるんですけど、はいはいはい、毎日顔合わせてるわけですよ。うん、最近ちょっとヒロトの方が調子悪いのかわかんないけど、データをね消しちゃったり、そういうトラブルがすげえ多くて。ああ、ここ最近ですか。ここ最近多くて、ここ最近で、まあ今日もなんだけど、はい、今日のも合わせたら約10本ちょっと。ああ、結構ですね。ちょっとじゃないですね。の動画を消してます。はい、要は10日分ってことですよね。そう、そう。で今日、うん、そうで今日も石川君って翔平図のピッチャーとキャッチャーできる子がいるんですけど、はい、が来てくれた撮影のやつも6本撮ったらしいんですよ。お、全部消しちゃったって。今日撮ったやつですか。今日撮ったやつも今日消しちゃったそんなことあるんですか。って言ってて、その以前も、はい、もう動画ストックをまあ僕らはしてるんですけど、はい、それも全部消しちゃったって言ってて、もう動画出せないよっていうふうに。まあ僕がね、二人に、まあ信頼して任した、まあ、僕の責任ではあるんですけど、はい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 、ちょっとそれが多すぎるし、うん、動画もうまくこう、なんつうんですかね、進まないというか、うん、できれば俺の考えは、なるべくできるときに、進めちゃって、余裕持たして、余裕がある時間は、好きな時間に費やしてほしいんですよ。はい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 。一応毎日投稿だから、毎日毎日やるの大変だから、どっかでこうガッて頑張って休んでっていうやつをしてほしくて、やっぱ仕事もしてるし、はい、って思って言ってるんですけど、まあ二人ともギリギリ派なんですよね。はいはいはい。まあ、テストで言うとやっぱ前日に頑張ってみたいな夜タイプなんですよ。はいはいはい。でもう本当にそのトラブルがすげえ多すぎて、はい、もう俺もう無理だと、俺もう限界だと。どういう限界ですか。我慢の限界ですか。我慢の限界で、はい、もう明日から、はい、4月10日から、はい、もう俺復活します。おう、もう俺復活もう復活します。もう俺もういても立ってもいられない。いても立ってもいられなくて、もうなんか任せてたら、はい、もっとやばいこと起きそうで、復活します。それはやっぱあれですか、翔平さん的にはストレスになるんですか、やっぱり今の。そうですね、やっぱりもどかしいというか。そう、まあカメラも全部任してるんで、はい、もう渡してるんですよ。あ、でカメラで撮影をまあするじゃないですか。はい。俺的にはすぐにカメラからパソコンに移してほしい。それはもう常識ですね。それをメンバーに共有してほしい。うん。それをじゃあどうやっていついつ動画決めよう、動画出そうかとか、動画整理とかして、うん、うまく段取りよく進めてほしいんですよ。うん。でもそれがそれが、はい、できないわけですよ。あ、伝えてるけどやっぱ伝わってないのか、俺のなんか教え方が悪いのか伝わってないのでうまくいかないし、結局じゃこの動画はこの人がやるってことで動画を素材を送ってるはずなんだけど、はい、メイン動画がなくて サブカメラしか送ってこないとか あったりして、結局それってもう段取りがもうできてないですよね。はいはいはい。名前つけて保存しとけば、それをそのまま送ればいいじゃないですか。わかりやすいですね。そう。で、はい、撮ったやつだけ、なんかバーってやるだけで、ファイル名も何もなってないんで、はいはいはい、結局それを、まあやってるので、今までは俺が全部やってたから、はい、ちゃんと この動画よろしくねってやってたけど、それができてないので、ちょっとトラブルの原因になってるし、はい、まあちょっとまあね、まあ、ヒロトは、仕事も始まるし、始まってるし。はい、始まって、はい。うん。いろいろ環境が変わってるから、はい、ちょっとこうね、落ち着けない気が張ってるってのもあると思うんですけど、うん、はい。ちょっとそういうので、まあ、良平にはちょっと、任せられないんで、もともと。ああ。やらかすんで。はい。で、ヒロトならいけるかなと思ったんですよ。あ、はい。やっぱ修行だから、うん、俺が伝えたことをちゃんとできればいけるかなって思ったけど、ちょっとね、仕事の、とかいろいろこう気が張りすぎて、はい、無理っぽいんで、もうちょっともう二人でもダメだと、はいはいはい、もうおかしくなっちゃうと、うん、チャンネル的にもあれですからね、そう影響しますからね、そうでチャンネル的にもだし、まあ、動画が消えるっていう時点ではまあ二通りあるんですよね、まあ良平とヒロトの二人の撮影であればまあ消えてもまあまた別の日に撮ればいいじゃん、そうですね、撮り直しをできますからね、そうでコラボみたいなさ。
ゲストを呼んでやるっていうのは、そう、一日がもう貴重な時間なんですよ。向こうは来てくれてますからね。そう。はい、そう、僕らはもう毎週撮るけど、その中でこう、来てくれるって珍しい日なんですよ。はい、その日を、動画を消えちゃうっていうのは、ちょっと僕的には、ちょっと申し訳ないというか、そうですね。本当に悪いなって思ってるんで。まあ、楽しみに待ってますからね。そう。はい、なんで、ちょっとね、そこをちょっと、なくしたいから、もう、俺、もう復活するしかないなと。俺がもう全部やるしかないと。はい。いうことで。復帰すか。復帰しなきゃということで、もう復帰しますよ。はい。結局本当はもう、まあ、実際は23日、4月23日復活しますって言ったけど、はい。それも、ちょっともう任せられないなと思って23に復活しますって言ってたんですよ。本当はもう5月のゴールデンウィーク終わって、まあ、6月ぐらいに復活でもしようかなと思ったんですよ。はい。でもそれもダメで、もういいや。4月23にイベントあるし、はい。はい、やろう、あの、復活しようと思った。うん。けど、もう、それでもダメだと思って、もう。明日からもう復活するわ。うん。いいっすね、でも。まあ、ほんとこの、休み期間も、まあ、ね、土曜日、編集はしてたけど、撮影は行ってなかったんですよ。ああ、そうですね、そうですね。そしたらあれですよね、なんか、ショートバウンド、カメラが当たってみたいな。あ、そうそう、当たってみたいな。そう。知らないとこで、はい、そう、カメラにボール直撃したっていうのも、あの、後々聞かされるっていう、こいつだから。はいはいはい。だからもうすぐ言えよって。まず大事ですね。もう連絡とか相談とか報告ないから、まあ、一番大事ですね。そう。大事なんですよ。うん。それができないので、まあちょっともう任せられないなって思って。なるほど。まだ足りなかったと修行か、彼らは。そうっすね。うん。そうっすね。まあ僕の体調はもうもちろん、あの、体調の関係で休んだってのもあるんで、体調も万全です。おお。はい。で、体調の万全だし、まあ、あとはもう一つは、もう、彼らの修行のために、僕がこういないで。はい、一人立ちさせるために。そう。はい、やってもらってたんで、まあ、それはちょっともう、あ、無理だなと思ったんで、うん、ちょっと、復活します。なるほど、なるほど。でもまあ、いい期間にしてほしいですね、今のこの、ミスがあった時期とかいうのを。そうですね。そうですね。まあ、そういうミスやっちゃったから、もうダメっていうんじゃなくて、このミスをまあ、生かして経験として、はいはい、そう。今後やってほしいなって。はい。すごい思います。今すぐ頭抱えてますけど。はい。はい。まあ、まあ、このね、約1ヶ月ちょっとぐらい、うん、はい、まあ、翔平いない中、やってもらったことにも感謝してますし、見てくれる人もね、すごい毎日コメントくれる人もいるんですよ。うん、その人も、ちょっとこう、翔平さんいねえな、なんて言ってる人もいたんで、はい、まあ、そこは本当申し訳なかったんですけど、はい、もう明日からまた復活して、やっていくので、はい、はい、今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、で、まあ、その原因というか、はい、なんかそういうちょっとトラブルがあった、はい、ご本人呼んでますんで、はい、どうぞ、はい、どうぞ、じゃーん、ありがとうございます、じゃーんってやった、冷てないですよ、どうぞ、マジで泣いてるんですか、どうぞ、はい、どうぞ、こんにちは、こんにちは、お疲れ様です、お疲れ様です、まあ頑張ってくれてるよ、うん、本当に、でもマジでユーポンよ。と同じぐらい、まあ、頑張ってるし、うん、それ以上頑張ってるかもしれない、うん、そうだね、もしかしたら、まあ、結構ね、彼ね、企画考えるんですよ、お、意外とうちに秘めてるものあって、はいはいはい、うん、けど喋るとちょっとあれってなるからね、そこをもうちょっと頑張ればいいんですけど、はい、で動画消えたことに関してどうですか、ちょっと本当に石川くんとか見てるかもしれない、本当にいろんな人に迷惑来てんで、どこにしてんの、はっきり喋れよおめえ、拾わないなこいつは、はっきり喋れよって言ってんだろずっと、はい、本当にいろんな人に迷惑来てるので本当に申し訳ございませんでした、うん、はい、はい、でどうですか、今後どうしますか、今後、ミスはすることなんでしょうがないですね、うん、人間なんで、うん、その後ですかね、大事なのは、そう、はい、ミスするのはしょうがないけど、うん、ミスを、まあ、絶対するだろうって状況でやったから、やっぱり。俺がいつも言ってることって、ガミガミ言ってるなって思うんじゃなくて、実際、経験したことを話してるから、うん、守ってるは結構正しいんですよ。うん、間違いないんですよ。そこはちょっと分かってほしいなって、うん、すげえ思います。はい。本当に、本当無駄なことはほぼ言ってないんで、はい、そこはちょっと、分かってほしいなと思います。はい。個人的に。まあ、翔平 TV ですからね。はい、まあ、今までやってきたし、うん、もう、やってるキャリア違うし、うん。まあ、そこ頑張ってもらって、うん、はい。まあ、良平もね、だんだん、なんか、まあ、ヒロトになんか上からこう、お前こうした方がいいよとか言ってるけど、あいつもまだまだだから、本当に。うん、本当もう、アングルひどすぎるから、
そこはヒロトは教えてやってほしいし、うん、まあね、持つと持たれてて、はい、俺もすげえお世話になったから、はい、もう明日からもう複数から俺も、はい、本当についに本当に休みたかったのにどこにも行ってないマジで。あ、そうですよね、どこにも行ってないよ。そんな感じで、はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。まあ、あのその休み期間、はい、あの大井さんにもすごいお世話になったし、いやいや、こちらこそ全然全然、彼らでも成長はしてると思いますよ、やっぱり。本当ですか。はい、あの会うたんびにその進め方、うん、取り方とか、確かにまあその3ヶ月前とかで見たら、ああ変わってんなと思いましたけど。マジですか。ちょっとずつこう上がってきてると思いますよ。おお、はい、ありがとうございます。嬉しくないそれ。めちゃくちゃ嬉しいです。やっぱずっといないじゃないですか。まあ、たまに会うからこう、おう、凍ったなっていうのははっきり分かるんで。まあまあまあ、そうですね、はい。ちょっとあの、一人で今度喋らすところを間近で見てほしい。ああ、あれってだから、あれってこう、ずっこけるから、マジで。本当に。わかりました。はい。まず経験ですね。はい、何事も経験です。と、はい、いうことで、石川くんとね、藤本くんにはあの、謝罪の連絡を教えてください。ああ。あと、マジで、なんかあったらすぐに、良平か俺に報告すること。間違いない。細かいことでも間違いない。はい、それしないでね。あれと思ったら聞けばいい。そう、はい、聞いておくのが絶対ないから、はい、そう、それをそのままにして翌日に言うのがやばい。確かに。トラブル強かったのって昨日の7時ですとかさ、あ、もうすぐ言えよってなるから。わかりましたか。わかりました。はい、そんな感じでお願いします。はい、じゃあ頑張ろうかな明日から。はい、頑張ってください。はい、ということで、久しぶりの締めです。はい。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。噛んだ。